カタール W 杯アジア2次予選日本 10-0、ミャンマー、28日、福あり。勝てば最終予選進出が決まる W 杯アジア2次予選、ミャンマー戦は、FW、大迫勇也、ブレーメンが3月のモンゴル戦、14-0に続く2試合連続の、ハットトリックを達成するなど、攻撃陣が10ゴールと爆発。2試合を残して2次予選突破を果たした。試合後、森保はじめ監督は、選手たちが1試合1試合勝つため、成長のためにやっていこうと結果を出してくれた。予選突破を決められたのは良かったと納得の表情。2次予選開幕から無失点を続けていることにも触れ、攻撃ではもう1点を取りに行くアグレッシブな姿勢を選手たちが見せてくれて、隙や油断を見せることなく終われた。相手はミャンマーだけど、より高い基準を持って攻守ともに試合に臨むんだということを見せてくれたと、戦いぶりを評価した。今週に始まるアジア最終予選に向けては、個人チームともに成長できるようトライしていきたいと次なる戦いを見据えた。